日本秋田県秋田市、ほどの諏訪町ほどの諏訪町は、秋田県秋田市にある町。郵便番号は010-0911。住居表示実施済み地区。本校では、ほどの諏訪町の前身であり1966年4月1日に廃止されたほどの諏訪町、ほどの表諏訪町へ、定、ほどの表諏訪町下定、ほどのあたご町、ほどのあたご町に市長についても記述する。 秋田市の中央部、ほどの地域の中では南西部に位置する。中央に町名の由来となった諏訪田神社があり、北部に秋田市立ほどの小学校、南西部に聖園学園短期大学や付属生園幼稚園などがある。その他は東部が古くからの住宅地、西部が新興住宅地である。東は、 秋田県道233号土崎港、秋田線を挟んでほどの中町。北は、県道233号及び、秋田市道を挟んでほどの原の町。西は、秋田市道を挟んで、ほどの鉄砲町。南は、秋田市道を挟んで、ほどの通り町に隣接する。久保田城下で、中級上位の家臣が置かれたほどのあたご町と、おろく。 福地放火神の侍町だったほどの諏訪町、ほどの表諏訪町へ、邸、ほどの表諏訪町下てえ、ほどのあたご町に指定を前進とする。梅津正影日記官営6年8月26日の、上二、諏訪町の劇種も屋敷付近に、大工の新屋敷を与えると記されているのが、ほどの諏訪町の所見で、各町ともこの頃の町割りと考えられている。旧町名の由来は、 諏訪神社及び、あたご神社で、両者が合祀されたのが、現在の諏訪あたご神社であり、社地は、旧諏訪神社のものである。旧あたご神社は、現在のほどの小学校の地にあった。諏訪神社は、新州諏訪大臣を肝心したもので、慶長15年の創建である。あたご神社は、土崎港あたご町から慶長9年に移転させた。 もので、元は、あたご山室宝寺と言い,い、明治になってから神社となったものである。1884年の古町町によると、ほどのあたご町に、ほどの地区14町の古町役場が置かれていた。突起のないものはすべて住居表示実施に伴う変更。2016年10月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。町内に鉄道路線はない。 最寄り駅は、中通り7丁目にある JR 東日本大雨、本線、上津本線、秋田新幹線の秋田駅。ありがとうございます。